実況パワフルプロ野球。はい、どうもどうも、カズワン実況局へようこそ。栄冠ないパワプロ2014やな。前回に続かれてくれ。一応中堅でとどまってるけど、1年目と同じ結果に終わってしまったんやったな。うん、確かそうやった。で、一応夏の合宿も終わり、まあ1、2年生で、まあ、再スタート切ってるところっていう感じかな。うん、なかなか厳しい状況に置かれてるのは間違いないけど、これでもコツコツ頑張っていくしかないんよな。杉浦をちょっと4番候補でパワー上げていこうと、まあ思いついたんや。だから勝手によし、これで行くしかないで。じゃあスクワットから早速進行度5かな。まあほんまは4が欲しかったんやけど、うん、5か3か1しかないから。もうテンション下がった。で、今さら4が出ると、とりあえずスカウト評価上げとこうかな。あとはあのグランドレベルを上げてくらなあかんねんな。さあ、奥山のあれやな、結構評価も上がってきとるな。なんやかんや活躍してるからか。これで上げていくと、どんどん。あとはこれかな、4青バスと。この調子でいくと、あれか、秋の大会が待ってるんかな。うん、そうやな、きっと。もうそのうち現れるやろ。でもなかなか怖いで。それを行くのも、このメンバーで勝ち上がれるかどうか。お、学力上がるね。3番行きたい。バンド練習。おー、結構あれやな、誕生日迎えてるやつ多いな。さあ、どんどん上がれ。おー、いいね。そう、黒だわな。あれやねんな、負け運とかスロースターターとか悪いこう特殊能力がついて持てるからな。ちょっと先発として不安を感じてるところはある。なかなか厳しいと思うで。で、どうやって消すかっていうのかな。もうこれほんまにランダムやろ、確か。ランダムやからな、監督がどうにかできるようなあれじゃないと思う。ダンベルパワーアップ。おい、テンション下がっとるぞ。なんか結構テンション下がるな。さあ、ここでパワーを上げていこう。お、めっちゃ上がる。お、めっちゃ上がる。いいね。お、なんか肉持ってるで。結構良さそうちゃう、これ。いったれいったれー。はい、ミート。あ、ミートだけにミート。そんなダジャレいらんちゅうねん。もうええわ。さあ、夏休み終わった。夏の大会が近いよ。ちゃう、夏の大会ちゃうわ。秋の、いや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 、秋の大会が近いよ。あ、黒田の請求もなかなか上がらんようになってきたな。お、上原も、スタミナ C いったか。こいつも先発として使っていきたいんやけど、とりあえず今からは、休息かな。で、黒田が抜ける頃にスタミナをちょっと B に向けて上げていく感じにしよっかなって考えとる。うん、それでいこう。そういう教育方針で。で、あとは、この辺もミートかな。ミート。お、奥山、いいね。じゃあ、今からパワーかな。
なかなか小渕も B 欲しいけど、うん、B 行ったらパワーに切り替え、杉浦もパワーかな。OK、こんな感じで、ミートバッティング、あんまり上がらんな。わー、休みが連発しとる。指立て伏せ、なかなか固まるな。わーい、疲れ取れたーって感じで、よっしゃあもう一丁。さあここでどこまで上がるか。はーい、疲れ取れたー。マジか、5と4しかない。スケジュールを見直そう。1、1、2、お、いいね、1、2、おー、いいね。もう一勝2、あー、公式戦が見えた。前評判はいいのやつ、いいのところと対戦か。もうそこは勝ってほしいな。ちょっと待てよ、大台とかな、気を捨てて。さあな、杉浦が4番、リーディングヒッター、山内じゃないやろ、ここは田の井やろ。でこんな感じかな。菅沼にいくらこうかな。で、C、パワー C。あ、タノイ C 行ったんか。じゃあ4番やな。こんな感じかな。ってことは、杉浦、1番の方がいいかな。打率1番いいからな。よし、OK、これでいこう。ちょっとパワーが足らんような気はするけど、まあ大丈夫やろ、3番として。ニークラ、ニークラちゃうわ。奥山じゃない、あいつ杉浦は、うん、杉浦はうん、もう1番として覚醒させよう。でこれや、重い球しようかな。これやったら覚えるやろ。あー厳しいか、レオン頼むで。ここも、もう一回練習さしといて、で、公式戦に。まあ、5番多いな。はこれで。さて、前評判いいのところ、と対戦やから、まあ、やるしかないで。やばい、手汗が。はははははは。やばいっすよ、これ。なかなかじわっときとる。お待たせいたしました。球児たちの熱い、これ負けられへんもんな。てか1点取られないこれ。やっぱスロースターターやな。4番に任せる、いけるっしょ。いやいいね。これはヒットになります。はい、とりあえず1本ね。でこれで返せないと。さあ4番、ここはヒットエンドランしかない。ああ、いいね、危ない危ない。あ、エラーか。強襲ヒットとかじゃないんやな。わ、菅沼打ってないな。引っ張りいけるやろ。おお、いい当たり、欲しいよ。わあ、正面すぎる。しゃあないな今のは。ちょっと信頼度が足らんかな。流し打ち、いやー正面すぎる。またこれ負けるぞ。おい、なんとか踏ん張ってくれてる間に点取ってやらんとな。お任せかなり多いね。真っ二つ打ってるよ、打ってるよ。さあこっから、こっからここを打たんと、ここ打たな、しゃないで、しゃないでちゃう。
うおー、いった、演出入った、かっこよすぎる。いいねー、もうドヤ顔、このドヤ顔な、一振りで逆転。よっしゃー、いやー守備ね、いやー抑えるぞー、緩急重視じゃー、ボールやめてー、お、いいねー、オッケーオッケー、こう安定して抑えてるな。でも相手はパワーいいやぞ、パワーちゃう、前評判いいやぞ、もっと頑張れにゃ、最高ぜ。取られるぞこれは、取られとるぞ。さあ、で転がせ、なんとかなるやろ、いけるいける、わあうまいな守備。ここはファインプレーに阻まれました。もう追いつかんとってな、いや杉浦が調子出てない、いけるぞ、あー落ちてー、ファール、オッケー、お、いいねー、ホームランかな、よっしゃー、杉浦打ったねー。ノーアウト一塁、オッケー、了解、黒田まだいける、防御率がなまだ3点台、 3.77 だって結構悪いねんな、緩急重視、ストライク先行やで、あ、いいね、今のセカンドいけたんちゃうか、そうか、相手は4番やで、4番やけど打率は悪い、内角攻め、よし、 OK、はい、オッケー、結局そろそろあれかな、レオンを実戦登板させようかな、いけるよ、あーまた正面か、なんか正面のだけ多いな、ニークラどうしようかな、この辺使っていくか、熱血、おーいいね、センター返しね、ボールは中継、ニクラヒットを放ちました。さあ続いて、ここもあれか、まだヒットがないんか、これでヒットや、オッケー、うまいな、ヒットレフトバックホーム、いいねいいね、今日初めて、あーここもヒットがない、いけるよ、あー正面か、ツーアウト満塁のチャンスを生かせず、結局この後の流れ怖いな、さあ変えよう、お、レオン絶好調やん、いけるかな、ほんじゃよーし、外角中心、ただコントロールがな悪いねんな、いけるよ、打ちました、落ちとるで、うまいこと打たれたな、ノブタって意味は今、さあストライク先行、セカンドゴロ、お、いけるよ、ちょっとあれかな、肩が弱いかな、ランナーは一塁、もうちょっとうまいこと守備してくれたらいけるんやけどな、打たせていこうぜ、お、いいね、一塁いけるか、おーセーフか、これでツーアウト、まあ一個一個ね、変わりません、一つ前の打席か、打席ちゃう、ベースからアウトを取っていくと、でピンチの芽を積んでいくと、はい、牽制球ね、これはセカンド、いいね、一塁へ、よし、レオンの実戦登板は無事終わった、ゲームセット、東初戦をものにしました、よっしゃ勝ったね、さあ2回戦に駒を進めました、よかったよかった、うん、このホームランが大きかったな、やっぱ、よっしゃー、結構上がるんよなー、ここ、うん、全体的に上がっとるわ、
よし、少し上がりました。よかった。さあ、公式戦2試合目は今回はどうしようかな。ちょっと早いんですが、今回はここまでにしようかな。また次回よろしくお願いします。ありがとうございました。